ユキに憧れてた。ユキは俺にとって聖域だったから。大事にしてきた。砂場で見つけた光る石をくるむみたいに。待って、寂しいから置いてかないで。これは寂しかった子供たちが大人になる途中の話。俺？あくまで次のギター見つかるまでのつなぎっつうか、期間限定な。それにお前とやってみたいことがあるんだ。このデモ作りかけのままなの？やりたくねえ。元彼の曲ね、ラブレターみたいなものでしょ。どっちみち何もかもこれから変わっちゃうよ。お前はすげえな。なんだかんだ一番舞台の近くにいる。なんで上野山くんはヒイラギのサポート受けたの？想像以上にあいつらがかっこよかったからだ。俺はユキってやつがお前以上とは思えない。ユキは魅力的な男だったよ。だってお前もユキのことが好きだったから。お前が好きなんだけど。なんか分かっちゃったかも。ユキが書きたかったこの曲の続きが。は？お前黄色もらったことねえの？そうやって格好つけて欲しがるのやめるな。